安全のドアが閉まります。ご注意ください。 大丈夫です。 津軽海峡に本当にトンネルが掘れるのか。
このトンネルはわしらの願い。少しずつ少しずつじゃったが、苦労を共にしながらみんなの心が一つになってきた。トンネルは掘れる。いや、何としても掘らなければ、さらにあった津軽海峡の地層をどうやって掘り進めていくか。解決しなければならない問題は、まだまだたくさんあった。こういう材料を開発した結果ですね、あとは注入の管理、いかにあるかというね。注入剤で固めた中を掘り進んでいったんだが、ポイントによっては1000メートル掘削する。昭和51年にはトンネル工事の中でも最大の事故が、毎分85立方メートルの水が湧き出したという。作業口が3500メートル、本口が1500メートル水没してしまった。不眠不休の作業が続いた。そしてトンネルの男たちはこの水に立つ。どんなに苦しくても諦めない。こういう人たちの不屈の精神をわしたちは忘れてはならないんだ。本州と北海道が一本のトンネルで結ばれた。晴天の片付けは当たり前です。とっても大丈夫でやったという気持ちがなく、それから渡り詰めした時に最後に竹内さんと貫通しているので、ついに本当の貫通。39等倍となっておりますので、ご注意くださいますよう。
Thank you.
そ 100km のトンネルが掘られたわけですが、その間何回かの出水に見舞われました。中でも4回目に起きた515出水と名付けられた異常出水は昭和電気方法です。比較的安定した地域でいますが、高校の多くはこの生産トンネル工事で培われたもので、日本はもとより世界のトンネル工事の顔、男たちの壮大なロマン、連絡船に乗り、こう
人が指を刺す息で曇る窓ガラス吹いてみたけど遥かに霞に見えるだけさよならあなた私は